来月は年に一度のアニカル祭、毎年恒例の在校生のパフォーマンスも後ほど紹介するね。イベント紹介は日本橋ストリートフェスタ2024、南海電車とアニカレのコラボ映像、そして1年生のプロフィール写真撮影、エンディングドラマはなんと彼が闇落ち。今回も最後までお楽しみに。サキ、ユウキに、ライトとケント、ジュリちゃんのアニカレダイアリーインフィニティ。闇落ち、そうだ、私に乗っ取られるのだからな。覚悟するがよい、ユウキめ。アニカレ祭、内容盛りだくさんでいくよ。まずは恒例の在校生のパフォーマンス。モーションコミック、漫画イラスト学科の学生が制作した作品に声優学科が生アフレコ、新感覚のライブパフォーマンス。アジサイがたくさん。昨年の卒業制作アニメや南海電車とのコラボ作品の上映も。中松江幸です。関西国際空港と難波を結ぶ特急ラピート、そしてアニソンライブ、今準備の真っ最中、見てね。この他にもアフレコ体験やコピック体験、ペンタブレット体験と体験コーナーが充実、いろいろ楽しめるよ。在校生の自信作がずらりと並んだアニカレギャラリーも。アニカレ祭は7月21日、場所はもちろん大阪アニメーションカレッジ専門学校、会場は12時30分、オープニングは1時ちょうどスタート。お申し込みはこちらから。ご参加お待ちしてます。大阪弁あるあるその2、中級編、行き死に、行き死に、行く途中でって意味、帰るときは帰り死に。なん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 、何という意味と、なんやねんという全く違う使い方の時と、なん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 、イントネーションで意味が変わんねん。なんなんタウンはもうえっちゅうねん。お前がなんなん。今年で17回目の日本橋ストリートフェスタ、南海電車とコラボしたアニメ作品を出展。コロナの時に開催できなかったから熱気ムンムン。南海電車ブースにアニカレとコラボして制作したアニメ作品、サチからのお願いが上映。それではサチからのお願い、一部ご覧いただきましょう。皆さんこんにちは、南海電鉄からのお願いです。あ、危ない。手荷物気をつけないと。誰も怪我しなくてよかった。特急ラピート、そう、乗車券の他にラピートは特急券が必要、必要となります。快適な車内環境のため、他のお客様へのご迷惑となる行為はお控えください。車内マナーは大切だよね。いつもご協力いただきありがとうございます。声優を学ぶ1年生たちの初めての写真撮影、ドキドキの緊張しまくりなので、クラスメートが一生懸命応援を。いい写真になるといいな。はい、はい、最近使わなくなったかな。皿はまっさらの皿、新品のお皿ってこと。そのお皿使ったら直しといてね。え、お皿を修理。今回は本当に間違えたね。関西弁ではしまうことを直すと言います。お皿元に戻しといてねが、お皿直しといてねになります。サタンジュニアか。そうだ、動くな。もっとも、もはや指先一つ思うようになるまい。
すごい魔力だ。いいざまだ。さあ、私の兄に一度は乗っ取られたお前だ。その細胞に名残が残っているはず。その体、その力、いただこう。で、今回は僕を狙ったんだ。何？バカだね。そのことを知っててくるなんて。じゃあ、いい子にご褒美あげようか。その、私の力が効かない。じゃあ、こういうのはどうだい？バカな、神の力だぞ。前ごときが使えるはずが。あいにく僕たちの仲間には気まぐれな妖精がいるんだよね。ジュリー、しまった、あの女が。そもそも君は最初に兄より強いと言ってたけど、僕にはわかる。君はあいつの足元にも及ばないよ。デストロイヤー。やるじゃないか。当たり前だ。お前の力は我が兄の力。同じ技同士がぶつかればどちらの勝敗もつかない。ならば、エクスターミネーション。バカな、エクスターミネーション。そうだ小僧、同じ力の者同士、私と組まないか。この力、その気になれば世界をも止めれるぞ。同じ力だって？貴様のは兄ゼノンのコピーに過ぎない。一方、俺はゼノンの力を乗っ取っただけでなく、その力を踏み台に進化を遂げた新たな生物。これは奴の力が増大している。兄の力をはるかに凌駕するなど、ありえぬ、ありえぬ。くらえ、ノーエクスタミネーション。うわあ、思い知ったか、化け物。違う、化け物は俺の方だ。サキさん、まさか見られてなかったよな。クソ、あいつが、サタンが来てから誘われるようにあの力がみなぎってくる。このままだと、このままだと、あの時ジュリちゃんに言われたように。いいこと、ユウキ君。この力はあなたのため。生き返ったのは良かったけど、あなたの細胞にはあのゼノンの名残が。もしそれをコントロールできなければ、あなたの体は内側からボロボロになってしまうの。だからこの力は邪悪なゼノンのパワーをコントロールするためだけに使うの。もしゼノンのパワーを解放するために使ったら、今度こそあなたは。ごめんジュリちゃん、俺はもう。ライト、どうした？ううん、なんでもない。嘘、とんでもない何かが。今のは何？あんな恐ろしい殺気は初めて。嫌な予感がする。しかも私の悪い予感、昔からほとんど外れたことない。何が起ころうとしているの？